ミッシー、はるか、ことね、みほ、まほ、私たちはチェーボでーす。はい、ということで今週も週3投稿頑張ってきます。はい、はい、私たち年内に5万人を目指してるので、よかったらチャンネル登録お願いします。お願いします。はい、ということで今日の企画を発表します。はい、今日の企画、第1回食わず嫌いよー、イエーイ。その名も、嫌いな食べ物を見破れです。私とね、まほちゃんが対決します。はい、はい、それで、4つの品物があるんですけど、その中の1個が嫌いなものがあります。はい、それを見破れという対決です。で、私たちがこう実食する人たちで、はい、この2人は助ける助っ人人です。はい、はるかは琴音を助ける、みほはマホリンです。頭いいチームとおバカチーム。おーい、どちらが勝つのかは最後までお楽しみです。はい、はい、ということでいきましょう。はい、頑張るぞ。おー、ではまず琴音が食べる食べ物を紹介していきたいと思います。はい、まずキノコのクリームスープパスタです。はい、これ私が紹介していいのか。うん、いいよ。ともぐいやない。そういうこと。えきれい、きのこさん。次、クリームたい焼きカスタードです。めっちゃ美味しそう、はい、食べたい。タピオカ入りココナッツミルク、海鮮スティック、博多明太マヨ。おー、はい、そうなんだ。この4品になっておりますので、はい、これで挑戦していきたいと思います。はい、まあ、そして琴音ちゃんが飲むお水ですね。はい、どうぞ。ありがとうございます。はい、マホリンの食材を紹介していきたいと思います。はい、お願いします。どれどれ。まず1点目、まず梅干し。おー。なるほどね。2点目、これはみんな大好き、生ハム。生ハムでーす。いいね。はいはい、次、あれなんとかぶってる海鮮スティック博多明太マヨ味。はーい、かぶってまーす、かぶってまーす。で、最後は、甘いものコーヒーゼリーでございます。はい、こちらの4品とお飲み物は特茶でお送りしていきます。はい、お願いします。お願いします。ありがとうございます。はい、まさかのカニカマかぶりですか。え、しかも何、味も一緒だ。明太マヨ一緒じゃん。もしかしたらお互いがこれを嫌いっていうケースも、うん、あるん、ね、あるかも、ね、ないかもなって、お楽しみですね。じゃあ先行後攻決めるためにじゃんけんをしていただきます、はい、せーの、最初はグーじゃんけんパッ、ウィナー。ではまず真帆が勝ったので、真帆が琴音に食べてほしいものをこの中から言ってもらって、うん、これだったら琴音がこれを食べるっていう感じで一品ずつ食べてって交代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 していきます、うん、はい、はい、OK。 じゃあまず第1品目、じゃあ、まあ普通ね、うん、定番で、うん、クリームたい焼きカスタードからお願いしようと思います。おー、はい、いただきます。うざい、なに。ね、なに。美味しいね。美味しいです、うん、どうですか、もう見破れましたか。もう一口お願いしたいですね。じゃあお願いします。はい、いただきます。一口が小さいです。では次、はい、琴音さんが魔法さんに対して食べて美味しいものを言ってください。じゃあ最初はね、やっぱね、はい、無難にこちらのしっとり柔らか生ハムさんを食べていただきたいと思います。じゃあ食べたいと思います。いただきます。緊張するね、うん、どうですか、まあ、うん、美味しい、うん。いつも通りですよ、うん、彼女は意外に演技うまいですから、皆さんもどっちが何嫌いなのか当ててみてください。はい、ありがとうございます、はい、じゃあ続いてまたまほちゃんから食べてほしいもの、はい、
これきのこのクリームスープパスタを食べていただきたいです。 OK です、お願いします。いただきます。もう一口いただきます。どう？分かった？よしとしようか。普通に美味しい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 。じゃあ次どうぞ。じゃあこのカニカマさん。カニカマ入ります。失礼します。はい、実食。いただきます。どうですか？大丈夫ですか？はい。OK です。第3回、はい、カニカマでお願いします。カニカマできたらカニカマで来るという。そうですね、カニカマ返し、カニカマ返しカニカマ攻撃、カニカマ返し、カニカマ返しカニカマ攻撃、カニカマ返し、カニカマ返し。実食。お部屋いただいてもよろしいですか。みほちゃん、お願いします。お部屋タイム、お部屋タイム。おくねちゃんどうぞ。梅干し、はい、あげてあげて、任せなさい。もうちょっと力が。それでは。しょ。いやこれは酸っぱい表情です。なんか引っ張られてた。これは酸っぱい表情。酸っぱいですね。ありがとうございます。4回目です。はい。ラスト食品ですね。実食。いただきます。美味しそう。確かにプルンプルンですね。この汁を飲んでもらってもいいですか。汁ですね。はい。汁気になりますか。もっといけ、もっといけ。もっともっとだ、もっとだ。おお。実食。いただきます。美味しいね。はい。もう一口お願いします。はい。もう一口お願いします。なんで本当に。じゃあ本当に最後ですよ。ということで、はい、以上すべての4品を食べ終わりました。お、はい、今の心境を聞きたいと思います。今の心境どうですか。いや結構ね、ありがとうございます。結構、はい、難しいですね。やっぱり何が演技なのか何が演技じゃないのかっていうのが意外とやっぱ分かりづらいですね、間近でこういう勝負事になると。どうですか。私は、うん、わかりました。おお、決まりましたか。本当に決まりました、はいはい。まあ、私たちは買う時からもう何が苦手で何が得意かっていうのを知ってる状態なので、うん、まあ見てて楽しかったっていうのもすごいありますね、うん、だからちょっと頑張ってほしいですね。そうですね、もう2人とも最高ですね。演技とかに騙されないよ。そうですね、しっかりと見破っていただけたらと、はい、さあ行きましょう。はい、整いましたか。二択で迷ってるんですよね。決まっています。10秒間カウントダウンを差し上げます。はい、さあ行きます。はい、考えないよ。もう考えないで。 OK です、わかりました。
最初に琴音さんからマモさんが嫌いだと思うお品を一品選んでください、はい、コーヒーゼリー。マホさん嫌いだと思った商品一品選んでください。クリームたい焼きカスタード。せーの、実食。せーの、いきますよ。せーの、大好きです。おくそー、一戦目は引き分けです。引き分けですね。これは2人とも演技が上手いということですので、難しいな、はい、面白い状況になっておりますよ。第2回目、琴音さん選んでください。海鮮スティック博多明太マヨで、はい、じゃあ真帆ちゃん選んでいただいて。やっぱね、カニカマ返しです。カニカマでお願いします。せーの、実食。いきますよ。せーの、大好きです。おお、この状況マジか、マジか。今4品中2品目突破したので、あと2品お腹にハズレがあるということです、はい、よく考えて。これは2分の1の確率ですね。え、待って、難しい。決まりました。決まりました。はい、じゃあ琴音ちゃんから発表していただいて。梅干し。はい、じゃあ真帆さん選んでいただいて。はるか。はい。はるかのクリームパスタで、はい、はい、せーの、実食。え、だってさ、生ハムさ、美味しいじゃん。何が嫌いなの？見た目が気持ち悪い。あー、いるね。ちょっとだけ。普通のハムの方が好き。逆になんでココナッツが？いや、私ココナッツが好きじゃないんですよ。この風味、独特の風味がちょっとあんま好きじゃなくて、だからめっちゃもっと食べろ、もっと食べろって言って超うち食べたんですけど、最高、気持ち悪くて。普通に好きなのかと思って、飲んでとか言ってたから、ね、そうそうそう、辛かった。ごめんね、ごめんね。知ってる身からしてどうでした？いや、もう非常に面白い。もう頑張って演技してる姿と本当に隠してる姿がなんかもう1ミリでも顔に出すと分かっちゃうから、あのみんなこの琴音と真帆の答えを知ってもう一回見てみて、多分ね面白いと思うから。面白いし、わざとらしくてたまんない。琴音のたい焼き食べる姿とかもわざとらしくてたまんない、ね、そして、うん、単純な演技に吸い込まれちゃう純粋な真帆ちゃん。もうマジで、でもさ、コーヒーゼリーも騙されたでしょ。コーヒーゼリーだもん、めっちゃ騙された。 すごく、それは頑張る、うん、コーヒーゼリーいつも冷蔵庫にありますよ、はい。まさかの展開で、まさかの展開、オチがございません。、はい、ということで、もうドンミスイットやって終わりにしましょうか。はい、あとはもぐもぐタイムします。はい、はい、この後ね、チェゴさんが美味しくいただきましたなので、はいはい、心配しないでください。はい、はい、ということで終わりにします。せーの、ドンミスイ。はるか、ことね、みほ、まほ、私たちはチェゴでした。バイバーイ。バイバーイ。